はい、デビュー戦で決まりましたから、率直に今の感想をお願いします。はい、まあ、ずっと憧れてたプロレスラーの道なんで、デビューできるっていうことが嬉しいです。でも嬉しさ半分、不安、正直不安な気持ちも半分あります。対戦相手の吉子選手決まりました。その辺はどうでしょう。それはもう聞いた時にびっくりして、もうちょっと同じ体格の選手とかが対戦相手になるのかなと思ってたんですけども、体格の差がありすぎるし、でプロテストの時に吉子さんに相手をしていただいたんですけど、やっぱり強いなっていう印象だったんで、まあ、不安はありますけど、でも今の自分なりにできることをやって、チャンスをつかみたいです。